はい、皆さんこんにちは、ワナルグルビッシュです。今回はハースオブアイアン4の続きですね、プレイしていきたいと思います。今の戦線の状況なんですが、まずはですね、一つニース攻略戦、こちらはジルフランス、すでにフランス本国がドイツによって、占領されてですね、傀儡国であるジルフランス、ビシーフランスと、あとはもともとフランスの勢力であるジルフランスが対立している状況にあるかなと思うんですが、その中でも今回はジルフランスが治めているニース、サボイ、この辺りへの攻略戦ですね、引き続きやっていきたいと思います。でもう一つ大きな戦線がですね、エジプト戦線になります。こちらですね、なんとか航海を抑える、スエズ運河を抑えるっていうね、戦いをやっていきたいと思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。まず国家方針からですね、ここは何を選んでいくかというところなんですが、もうだいぶ物語が進行して史実と違うような動きも一部あるっていう手前ですね、できることがだいぶ減ってきてはいるので、ここはやることをちょっと絞り込んでいきましょう。まずは空母への注力を行って、いきましょうか。で、目論見としてはですね、エジプト、スエズ運河を抑えた後はルーマニア、ブルガリア、この辺りを抑えて、資源ですね、獲得をしていきたいなと思ってます。支援火器もアップグレードが済んだな。そうすると次何を研究していくかですね。戦車も少し先へ進めますか。エジプト戦線だいぶ、いや、BC フランスすごい頑張ってますね。アルジェリアから G フランスをもう追い落とそうという勢いだな。かなりイギリス軍ではなくフランス軍をドイツ軍が攻略してる感じですかね。ニースの攻略がね、思うように進んでないんですよね。思いのほか硬いなという印象です。そうするとさらに手段を徴兵していきましょう。ちょっと訓練度が低い状態にはなってますが、前線にガシンガシ投入していきます。このニース攻略がね、型がつかないとなんか安心して本土の方に兵力を、なんていうのかな、この分散させて各方面に再編成しづらい状況にはなってますからね。で、スエズ運河方面は順調ですね。非常に順調。どれくらいの戦力が一体全体このイギリス領ソマリランドにあるのかっていう全容が見えないので、いまいち攻め込みづらいんですよね。陣営に招待されているので、ここはもう枢軸に入るしか道は残されてないでしょう。枢軸国に入りましょう。これ
でいよいよイタリア本土の防衛もしっかりやらないといけない状態になったな。ビシーフランスが自由フランスを追い落とすのは前提として、問題はこのソマリランドのイギリス自由フランスをなんとか始末つけたいですよね。アフリカからまずイギリスフランスを追い落としましょう。この対フランス第2軍というのはもうそういう名前が適切ではないので、攻略軍に名前を変えます。日本から、枢軸国連合国の、体制に参加せよという要請ですね。これで本当に世界大戦になった感じかな。まずは一刻も早くスエーズを抑えたいなというところと、あと海軍兵力ですね。海軍兵力が本当にここのニースが硬いな。全然沈まないですね。そうか、ソビエトともそろそろヨシミを通じておきたいなって考えると、ソビエトに対して関係、不可侵条約承諾しないよね今のままだと。関係改善からやっていきましょう。ここもちょっと戦力を再編かなしていきましょうか。で、第一艦隊に全て統合しても、第一艦隊はすでに存在するので、ここ第二艦隊に名前を変えて司令官を配置していきましょう。で、この艦隊を
戦線に投入していきます。これでスエズ運河抑えられるかな、もしかしたら。あとサウジがどうかだな。ちょっとサウジアラビアの状況を確認しましょうか。陣営は三日にか。ってことはサウジアラビアに対しては不可侵条約ダメか。関係改善からいきましょう。サウジアラビアは、まあ、将来的に取るにしても今はね、なんとか邪魔くさいんで、まずはスエズ運河を抑え、その後やっぱりこのルーマニア、ハンガリー、この辺りはかなり資源がありますからね。その資源を我がものにしたい。カイロ陥落か。これでようやくスエズ運河の権益がこちらのものになる感じかな。では攻略軍ですね。攻略軍はさらに先へと進んでいきましょう。いや待て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 、攻略軍がしなきゃいけないのってまずはエチオピア領の統合だよね。とはいえだ、まずはヨルダン方面まで軍を進めていく方が先かな。非常に順調ですね。まあこのニース攻略が本当にうまくいかない理由がわからないけど、イタリアが一段相手になってるのか。ここも提督が今いない状態になってますね。提督をアサインしていきましょう。んでだ、ハンガリーから師団か。ハンガリーをね落とすっていうのが選択肢としてどうなんだろう。だったらやっぱり先にエジプト取った後サウジとかも取りたいですよね。資源が本格的に足りなくなってるな。ゴム、あと石油、この辺りですかね。あとはここに航空隊を配備していきましょう。いや飛行機もだいぶ数が減ってるな。20機配備していきます。
まあ、飛行機飛ばすとその分石油を使いますけどね、やっぱ制空権はどうしても欲しいですからね。ちょっとね画面が忙しくて見づらい時間が増えちゃうかなと思うんですが、まずはちょっとこの状態で止め置きしましょう。アレクサンドリアでレジスタンスか、ここに MP 配備した方がいいのかな。まあただ今はそれどころじゃないというのもあるので、積極的に追い落としを先にやっていきましょう。で次の研究ですが、どうしようかな。ケイジュンを今作っていっているので、ここはケイジュンを中心にやっていきましょう。ルーマニアが先にソビエトを取られるな、このままだと。ってなるとそのうちどうだ、ソ連と国境を接するようになるので、早めにやっぱりソ連と不可侵条約結んでおきたいですね。でそのうちに完全にヨルダンが支配権に入れば、ここからにエチオピア方面へと進出をかけていきましょう。飛行機の数もちょっとだいぶ数が減ってるので、心配にはなってきますけどね。まだここ戦ってるのか。ニースが全然落ちないな。
スエズは完全に抑えましたね、スエズ運河は。ようやく相当数の手段を投入してニースを戦いが優勢になってきたな。まあニースを取れば戦域はこのエジプト方面に集中できますからね。で、不可侵条約はまだ結べないのかな。サウジとまずは不可侵条約が結べるかどうか確認しておきたいですよね。まだ承諾しないか。なんでだろう。サウジ的にまずい条件なんてないと思うんだけどな。順調にビシーフランスが戦力を勢力ですかね、拡大してますね。ってなるとやっぱりこっちも負けずにさっさと展開したいけどな。でこの辺りはスペイン軍がこちらに入ってきてるな。で続いてですね、何をやっていくかですが、空軍改革もやったし陸軍の近代化もやったし、そうなると特殊部隊とか、まあ、この辺とかねやる必要あるのっていうところもありますが、まあ何もしないよりはいいということでやっていきましょう。そしたら新たに軍団を一つ用意しますか。今軍団をかなり小分けにしてしまってるので、これの再編もね、やっていきたいなと思うんですが、
もし再編するんであれば、まず、どうしようかな。アフリカ第2軍に関してはもう必要ない。いやー、必要あるな。ギリシャを1個に統合しちゃうっていうのがいいかな。まあ、とりあえず1つ軍団を用意しましょう。まあ、何要因かというと完全にソマリランド方面攻略の部隊ですね。今もう指揮官がいない状態になっちゃうのか。そうするとこれもったいないですよね。あまりがいないので、まあ、ちょっとこれは考えましょう。考えないといけないというのはあるものの、取り急ぎという意味ではとりあえずフランスじゃない、上陸させましょう、アフリカにね。まあ、ギリシャ駐留軍に関しては司令官は解任しますか。すぐに戦闘になることもないでしょう。まあ、スエズ運河航海を抑えたのは大きいな、やっぱり。ハンガリーも数十個に加わったが、ってなるといよいよもってあれですね。ちょっと攻める場所を逸した感じがあるので、しばらくはこのアフリカ戦線に集中する感じになるかな。
この辺りもね、ドイツ軍が普通に回遊してますからね。戦域はだいぶ落ち着いてきたのかな。ちなみに日本軍の状況はというと、あまり見えてはいないですが、頑張ってはいるのかな。まあ、日本が中国を攻めてる感じですかね、今の状況だと。そしたらいよいよ彼らも少し戦域を拡大していきましょうか。こちらも負けずに自由フランス軍を攻めていきましょう。非常に順調ですけどね。ただね、ちょっと気を抜いてるといつの間にかローマ陥落とかっていうケースも過去に経験してるので、たまにね、きっちり、本国の様子も伺っていきましょう。で、北アフリカ前線の方にはドイツ軍も本格的に参戦してくれてるし、だいぶ楽になってるな、戦いが。最後このパレスチナを取れば終わりかな。そしたら対アフリカ第2軍、今は誰もいない状況にはなってますが、司令官がね、いよいよイギリス領に侵攻していきましょう。いやー、スペインから9師団の援軍が来てるっていうのも大変心強いな。よし、完全にヨルダンも占領下に置きましたね。はい、というわけで今回はスエズ運河を取ってカイロも陥落させて、いよいよアフリカから連合国を追い出そうかなと
いう状況までやってきました。次回はこの続きをプレイしていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。というわけで今回はここまでにします。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。